アンドレア・ソブトガ・クリステンセンは、デンマーク出身のサッカー選手。チェルシー FC 所属。デンマーク代表。ポジションは DF。リレレードで生まれた。彼は、地元のブレンビー・イーフのユースに所属した。ここに8年間所属し、アーセナル FC や、チェルシー FC、マンチェスター・シティ FC、バイエル・ミューンケンといった一流クラブから興味を持たれた。 2012年2月7日には自由契約でチェルシー FC に移籍、それはアンドレ・ビラス・ボアスが監督を務めていた最後の頃であった。チェルシーを選んだ理由として彼は自分が好きなサッカーをしていたからと答えている。2013年5月19日に行われた2012から13シーズンの最終戦ではトップチームのメンバーに名を連ねたが試合には出場できなかった。 この試合は、ラファエル・ベニテスの監督としての最終試合でもあり、エバートン FC を相手にした、ホームゲームは2から1で勝利に終わった。2013から14シーズンの前の米国へのツアーでは、トップチームのメンバーに名を連ね、それ以来プロ契約を結ぶこととなった。プロ初出場となったのは2014年10月28日に行われた、 フットボールリーグカップ第4ラウンドのシュルーズベリー・タウニ FC 戦であった。この試合で右サイドバックとしてスターティングメンバーに名を連ねた。彼はフル出場し、クラブの2から1の勝利に貢献した。その後、2015年に1月24日まで出場機会はなく、この日もまた右サイドバックとしてブラッドフォードシティ AFC との FA カップ戦での出場であった。 この試合は2から4で敗北した。彼自身には出場の機会がなかったものの、チェルシーはトッテナムホットスパー FC を2から0で破り、フットボールリーグカップを制した。監督のジョゼモーリーニョは、最終戦のマムは誰かと問われた時に、シュルースベリー相手によくやった、アンドレアス・クリステンセンだね。ジョン・テリーより素晴らしかったよ。なぜなら我々はチームだからね。 私は彼らを誇りに思うよ。と述べた。二0十五年四月十三日、チェルシー u 十九で臨んだ UEFA、ユースリーグの決勝戦、シャフタールドネツク戦では、オーンゴールを献上してしまったものの、最終的には三から二の勝利に終わった。プレミアリーグでの初出場となったのは五月二十四日のサンダーランド AFC 戦で、ミケルジョンオビトの交代で12分出場し、 3から1でのホームでの勝利に貢献した。彼は2014から15シーズンのリーグ戦では、この1試合しか出場がなかったものの、モーリー・ニョ監督はシーズンでの貢献から彼に優勝のメダルを渡すと述べた。2015年7月10日には、チェルシーから1シーズン、または2シーズンの長期契約で、ボルシア・メンヒエングラートバッハにレンタル移籍した。 ブンデスリーガでの初得点は10月25日に行われたシャルケレイ4戦でオーンゴールであったが幸いなことにチームは3から1での勝利に終わったその後もレギュラーに定着しクラブ最優秀選手に選ばれる活躍を見せたクラブ側はこの貢献を評価し1425万ポンドの完全遺跡オファーを出したもののローン元であるチェルシーが拒否 しかしローンでもう1シーズンボルシア MG に止まることとなった。2016から17シーズンも CB の主力としての地位を守り2シーズンでリーグ戦合計62試合に出場した。ドイツでの活躍により2017から18シーズンはローンバックされてチェルシーのトップチームの構造に含まれた。プレミアリーグ開幕節では ベンチスタートとなったもののケーヒルの退場もあり、前半の早々に交代出場をすると、9月12日のカラバフ FK 戦に先発しチェルシーの選手として CL 初出場を果たした。2017から18シーズンは監督のアントニオ・コンテがダビド・ルイスを礼遇した件もあり、27試合に出場した。しかし翌シーズンからマウリツヨ・サンリが監督に就任すると再び、 ダビド・ルイスが用いられたため遺跡を志願したと報じられたこともあったが本人はこれを否定した。2019年8月3日、背番号を27番から4番に変更することが発表された。2020から21シーズン UEFA チャンピオンズリーグ決勝のマンチェスターシティ FC 戦ではベンチスタートとなるもチアゴ・シウバの負傷により前半39分からプレー。 シティの猛攻をしのぎきり、優勝に貢献した。2015年6月8日、ビボースタディオンで行われたモンテネグロ代表との、親善試合で69分に、ピエール・エミール・ホイビュルクとの交代で、デンマーク代表初出場となった。2017年11月15日のアイルランドとの2018、FIFA フフワールドカップ、ヨーロッパ予選プレイオフセカンドレグで、 同点弾となる代表初得点を挙げ、デンマークのワールドカップ出場権獲得に貢献した。2021年、ユーロ2020では、グループリーグ第3戦のロシア戦で79分に、ミドルシュートで、前述のアイルランド戦以来となるゴールを挙げて、勝利、逆転での決勝トーナメント進出に貢献した。ありがとうございます。